イソキスソ酸欠症は分岐酸アミノ酸であるロイシンの代謝異常を原因とする珍しい常染色体レス性腺転性代謝異常症であり古典的な有機酸欠症である。また指定難病に指定されている。汗をかいた足の裏のような独特の尿臭が特徴である。この匂いはイソキスソ酸の蓄積によって引き起こされる。半数の症例で 生後数日以内に哺乳不良、嘔吐、痙攣、昏睡をもたらす疲労などが見られる。これらは通常生命に関わるほど深刻である。他の症例では小児期にゆっくりと症状が現れる。感染症、高タンパク食品を引き金に発症することもある。質量分析法による尿のスクリーニングにより早期診断が可能。尿中のイソバレルグリシン。 結晶中のイソバレリルカルニチンの濃度上昇が見られる。常染色体劣性遺伝パターンこの疾患は、常染色体劣性遺伝する。つまり、父母双方から異常な遺伝子を受け継いだ場合に発症する。片方の親からのみ受け継いだ場合、子供はキャリアとなるが、大抵発症はしない。アイボド遺伝子に高度されるイソバレリル COA でヒドロゲナーゼは、 タンパク質中のヒスアミノ酸、ロイシンの代謝分解に関わる。アイボード遺伝子の変異はこの酵素の活性を落とし、ロイシンの分解能力を低下させる。これによって、イソキスソ酸が蓄積し、脳神経障害が起こる。タンパク質、特にロイシンの制限が行われる。急性の増悪には、イソキスソ酸と結合するグルシンやカルニチンが投与される。また、 ビオチンが投与されることもある。ビオチンは、ロイシン・イソロイシンの代謝に不可欠で、多くの有機酸欠症患者が、ビオチンの恩恵を受けることができる。また、他の原因で、ビオチンが欠乏しても、血中の有機酸濃度が上昇し、有機酸欠症に似た深刻な症状が現れる。ビオチン欠乏は、血中の酸、ヒドロキシーソキソ酸濃度上昇によって、検出できる。 米国では25万人に1人の頻度で見られる。ありがとうございます。